んかちょっと当たったぞ。何してんの？それではドライブ？いいなぁ。ともちゃんは留守番だよ。でもさ、あれから2週間経つけど何も起こんないね。ん？13日か。ちょっと待って、なのよ、まったく。なんでもない。じゃあまた明日ね。頑張れよ。はい。帰ったの？ママ？陽一君一人で待ってますよ。これいつもの。どうも。陽一。パパ。イエーイ。浅川さん。はい。次からは必ず8時までに迎えに来てください。はい。ごめんな、ちょっと仕事が伸びちゃったんだ。平気だよ。お家帰ったらうまいもの作ってやるからな。今日のメニューはハンバーグ。イエッサー。明日の朝のパン買ってくる。僕も行く。お菓子は買わないぞ。危ないな。おい、大丈夫か？
おい。救急車呼んでくれてますか。はい。見ちゃったからな。うん、大丈夫だぞ。何にも怖いことなんかないぞ。お父さんついてるからな。安心しろ。私は超常現象と言われているものを次の3つに分類しています。錯覚、トリック、科学で説明できるもの。ユリ・ゲラーのスプーン曲げはこの中に入ります。人玉はプラズマで説明できますから、この科学で説明できるものになります。超常現象は存在しないという金田先生、高山さんのご意見は。金田先生の意見は傲慢な人間の思い上がりに過ぎないと思います。科学で解き明かされないことはまだ現実にたくさん存在する。金田先生が示された超常現象の分類は幼稚であり浅はかです。何だと？事実、呪いというものは存在する。ある種の宗教ではシャーマンが人を呪い殺したということが何例も記録されています。なんだ、何を言い出すかと思えばそんなことが。バーバシー、私もあなたを呪い殺すことができます。私がこの場であなたは3日後に死ぬと呪いをかければ、その通りあなたは3日後に死ぬことになる。何を言い出すんだ君は。呪いをかけられるのは怖いですか。ちょっと高山さん、物騒な。面白い。そこまで言うならやってもらおうじゃないか。ああ、私が3日目以降生きていれば君は間違っていると証明できるわけだ。結果は3日後に分かります。突然とんでもない方向に話が展開してしまいましたが、高山さんには相当自信があるよな。視聴率一番か。被告は本当に実現されるのでしょうか。先輩。おい、吉野。忙しそうですね。そう見えるようじゃお前もまだまだだな。俺は今昼飯何しようか考えてたとこだ。新しい特集の企画思いついたんです。先に先輩に聞いてもらおうと思って。驚かないでください。お前の企画で驚いてるようじゃうちも終わりだろ。じゃーん。なんだこれ。アイドル歌手の松崎奈緒です。今女子高生たちの間で変な噂が飛んでるんです。この松崎奈緒が呪われてるって。呪われてる？ええ、噂のパターンはいろいろなんですけど、最近では彼女の歌を聴くと死ぬっていうところまでエスカレートしてるらしくて。おいおい、その子の歌聴いて死ぬっつんじゃ、今頃何万人も死んでるはずだろ。実際死んだ人間いるのか。さあ、それはだろう。ボツ。甘いですね先輩。大切なのはそういうことじゃないんです。噂が本当かどうかじゃなくて、その噂がどこで生まれてどういう風に広まっていったかってこと。ほら、昔口先女の噂とかあって、それがどこで生まれたかってみんな興味あったじゃないですか。
そういうことを探っていくうちに現代が見えてくる。高山隆二っていう今売り出し中の学者に監修をお願いしようかと。中村隆二、おお、昨日いい加減な頂上番組に出たやつか。先輩も見てたんですか。よし、あ、私もひろゆきさんに行きます。あ、どうしよう、待ってください。お前まさかこんなインチキ本気にしてんじゃないだろうな。そんなやつに頼まなくたってな、俺にはだいたいこの噂の出所なんてのは分かるけどな。うん、まあ十中八九その子の事務所が話題作りでやったことだろう。そうかな。そんなもんって、まあ、こんなことにエネルギー使ってる暇があったらな、もっと現実に取材しなきゃいけないこととか訴えなきゃいけないこととかあるんじゃないか。まあ俺はお前の上司でもないからこんなことに口出しする筋はないけど。先輩、本当は社会部戻りたいんじゃないですか。いや別に。どうしてそんな風にごまかすんですか。奥さん亡くして陽一くんの面倒見なくちゃいけないのは分かりますけど、先輩このままじゃもったいないですよ。余計なお世話だ。もしももしもですよ、先輩がどうしてもって土下座して頼むんだったら、私陽一くんのお母さん代わりになってあげてもいいですよ。陽一は俺が責任を持って育てる。あいつなら俺がなれなかったことになれる。何ですかそれ。あれもいろいろあるんだろ。宇宙飛行士とかプロ野球選手とか、できればその両方とか。先輩電話ですよ。はい、浅川です。お兄さん、え、姉さん、和彦君。兄さん、びっくりしましたよ。どうこちゃんまだ18でしょう。心臓もいいですって。それがね、ちょっとさっきまで刑事が来ていたんだよ。遺体は行政解剖されることになった。どこか不審な点でも。心臓が弱かったわけじゃないし、第一あの若さだ。それに、ね、死んだ時の状況がどうも変だった。おびえた表情で頭をこうかきむしるようにして、指の間には抜けた髪の毛がごっそり残ってた。まさか薬かなんか。警察ではその疑いもあると言ってる。娘なんてあの年頃になるとどこで何をやってるかわからんもんだよ。2週間前にもね、女の子同士八ヶ岳に泊まりに行くって出かけて行ったんだ。女房のやつ本当は誰と行ったか分かったもんじゃないなんて言ってたんだよ。本気で心配してたんだ。そんな矢先こんなことになって、それでショックを受けてるんだよ。まさか。
申します、吉野です。お前社会部に何でも言うこと聞く便利な後輩がいるって言ってたよな。川村君ですか。これで全部。川村君、何も隠してないわね。はい。あ、それでですね、吉野さん、映画のチケットが2枚手に入ったんですけど、今度ぜひ。ありがとう、一応もらってくわ。確かにそれ変な事件ですね。死んだのは能見武彦20歳、東進予備校生と辻陽子17歳、富士女学院2年の2人です。河原に停めた車の中で死んでいたそうです。心中か。最初は社会部でもそう思ったらしいんです。でも下着を下ろしたまま心中するカップルなんていますか。それに心中だったらこうお互い寄り添うようにして死ぬのが普通でしょ。ところが死んだ二人はまるで必死に外へ逃げ出すみたいに離れて死んでいたんです。解剖はしたのか。心臓麻痺。二人同時にか。でしょ。変なんですよ。でも検視の結果が心臓麻痺だったんで、警察もこれ以上動きようがないみたいです。薬やってたとか。その痕跡はなし。これ死亡推定時刻は出たのか。はい、とても正確に。発見された時死んでいた男の腕時計が止まっていたらしいんです。多分死ぬ間際暴れて壊れたんじゃないかって話ですけど、時刻は昨夜の8時55分。バイクの若者の方はどの新聞にも出てません。所轄で名前だけ。岩田修先輩、何か特ダネ掴んだんですか。実は昨夜同じような事件が2件あった。どちらも突然の心臓麻痺だ。嘘。一人はこの岩田というバイクの男、一人は死んだ女房の目だ。もしもし。高山です。あと2日、ご気分はいかがですか。こんなところまで電話してどういうつもりだ。いい加減悪ふざけやめたまえ。テーブルの右側にソファーがある。あなたはそこに座っている。テーブルの上には封を切ってまだ間もないウイスキー。どこかで見てるのかね。外を見ても無駄です。私はそこから遠く離れた自分の家にいるんですから。遠隔投資、先生もご存知でしょう。遠くのものや風景を離れたところから投資する力です。私には今あなたの姿が手に取るように見える。何だと。高野舞という女性を知っていますか。ああ。私のゼミに確かそんな学生がいたな。あなたは彼女をよく知っているはずだ。それがどうした。あなたのおかげで彼女は今傷つき精神を病んでいます。もう二度と昔のような幸せな姿に戻ることはないでしょう。そんなこと君と何の関係がある。4人の接点か。どっかにあるはずなんだけどな。はい。あ、和彦君。岩田修一、智子の友達。さあ知らんな。あるいは能見武彦、辻陽子、この名前聞いたことありませんか。
それが今度の事件に関係あるのか。いや、そこまではちょっとまだわからないんですけど、ちょっと気になることがあって。女房に聞いてみる。ちょっと待っててくれ。はい。3人とも聞いたことがないそうだ。あ、それから解剖の結果が出たよ。ただの心臓麻痺だそうだ。心配してた薬の反応もなかったし。女房、やっと落ち着きを取り戻してきたんだよ。俺も智子のことはもう。どういう風の吹き回し？ちょっと意見を聞きたいことがあって。同じ日の同じ時間に全く離れた場所で4人の人間が死んだ。死因はいずれも心臓麻痺。4人ともそれまでは健康に何の問題もなかった。同時に薬を飲んだ。何月何日何時何分、みんな一緒にある薬を飲もうと約束していた。薬物の痕跡はなかったそうだ。とすると、新種のウイルス、エイズみたいな今までになかった伝染病とか。ウイルスならたとえ同時に感染したとしても死に至るまで個人差があるわ。全く同じ時刻に死ぬなんてな、考えられないわね。あ、そういうことか。やっと昔の記者談話っていうのが戻ってきたってわけね。そういうことじゃないんだ。ただこのままにしといたらただの偶然として片付けられてしまう。その中の一人は静香の命なんだ。分かったわ。とにかく調べてみる。何とかして行政解剖の結果を取り寄せてみるね。ありがとう。第一病理学の宮下先生、研究室にお戻りください。何だろう。第一病理学の宮下先生、じゃあ俺はこれで。まだいいじゃない。お戻りください。ゆうちくん元気？うん。静香が亡くなってもう3年か。あいつが死んだ時、仕事でそばにいてやれなかった。陽一には寂しい思いさせたくなくて生理部に移って今は良かったと思ってるよ。この細胞は遺伝子が導入されてるね。導入されたのは胃がんの遺伝子ですよね。あ、先生。あ、失礼。お客さんだったか。あ、宮下くん、あり。はい。後で私の部屋に来てくれないか。あ、わかりました。上司の長尾教授よ。今度学長選挙に出るの。あの方が学長になってくれたら病理学教室にもう少し予算が出るわ。宮下さん。はい。ちょっとこれ。え？マウスを使って遺伝子の組み換え実験をやっているの。人類とがん細胞との最前線の戦いってわけ。動きが悪いんですけどね。じゃあ食事中のタンパク質も少し増やしましょうか。
ゆうち。ともこお姉ちゃんいなくなっちゃったの？お姉ちゃんはね、遠い遠いところに行っちゃったんだよ。遠いところ？もうお姉ちゃんここにはいないんだよ。お姉ちゃんは？私に恨みがあるなら警察に訴えるなりなんなり正々堂々とやったらどうだ？誤解しないでください。これは純粋な科学的な実験です。呪いが存在するのかしないのか、それがバカらしいと言ってんだ。これは最終確認の電話です。呪いの力は本物です。解除することは私にしかできない。ただし明日になればもう遅い。意外だな。あなたでも迷いますか？迷ってなどいない。呪いなどこの世の中に存在するもんか。あなたは生き延びる最後のチャンスを失った。明日あなたは呪いの力によって殺される。あなたの目の前に巨大な光が現れる。光の背後から女が復讐に訪れる。不意に闇があなたを襲う。あなたの目は二度と開かれることはない。ここ入会金とか高いし審査も厳しいんです。全国のリゾートホテルや別荘が使えるんです。タマコちゃんの部屋にあったんだ。家族には聞いてみたが誰も野の山なんて知らないそうだ。まあ何かの手がかりと思って預かってきたんだがな。ちょっと待ってください。もしかしたらそれすごい手がかりかもしれませんよ。だってですよ、この野の山という人にとってこの会員証はすごく大切なもののはずでしょ。人に返したんならすぐに返せって連絡が来るはずです。それなのになぜ未だに連絡がないか。それもそう。そうか、野々山は智子ちゃんにこれを直接貸したんじゃなくて誰か別の人間に貸した。そいつが智子ちゃんにまた貸しをしたんだ。野々山は当然最初に貸した人間に願書を返してほしいと連絡する。最初に貸した人間がもうこの世にはいないから。死んだ3人の家族に当たってみましょう。野の山という人が連絡があったかもしれない。私に任せてください。私が掴んだネタですから。おい野々山雄貴君。そうだけど。これ君のよね。あ、それ高校の後輩に貸したんだけど帰ってこなくて困ってたんだよ。何しろそいつバイクで死んじゃったから。それ岩田修一君よね。そうだけど。こういうの人に貸しちゃまずいんじゃないの。バレたら資格取り消すの知ってるよね。みんなやってることですよ。みんなやってるからこうやって摘発に歩いてんの。そんな。岩田君、これ何に使うか言ってなかった。確かナンパした女子高生と一緒に八ヶ岳の別荘に行くって言ってました。
そうそう、もう一組同じ予備校の奴らも一緒だって。その子たちの名前は？知らねえよ。知らない？あ、なんで？関係ないしさ。どうもありがとう。これ返す。あ、ちょ、もう少しなんですから先輩。もういいんだ、分かったよ。岩田修一がナンパした女子高生ってのはともこちゃんだ。ともこちゃんな、2週間ほど前女友達と一緒に八ヶ岳に行ったそうだ。おそらくもう一組は能見武彦と辻陽子。ということは2週間前、4人は八ヶ岳で一堂に会していた。そこで何かあったのかもしれない。先生ですか？チャンネル2の細野です。ああ、実はこの前の番組が大反響を呼んでまして、今晩特別に放送枠が確保できたんです。それで呪いの起源である今晩12時に先生のご様子を全国生で流せないかと思いまして。いかがでしょうか？先生、聞いてらっしゃいます？面白い。は？面白い。ぜひやってくれ。あいつはいつも私のそばにいて行動を監視してる。だがスタッフが私を取り囲んでいたら、あいつは面白い。これは本当に面白い。筑田君、はい、金田教授 OK。 はい、あとは高山さんね。吉野。はい。お前、陽一の母親になってもいいって言ってたよな。何ですか突然。陽一はお前に懐いてるし、うまくやってけそうな気がするんだ。そんな大事な話こんな時にしなくても。嫌か？嫌じゃないですけど。よし、決めた。そうしよう。今夜暇だよな。ええ。イエーイ。今日は早いんですね。できたで。いつもどうも。行こう。ゆうちくん、さよなら。バイバイ。バイバイ。よういちくん、こんにちは。こんにちは。うい。あ、なよいち。お父さんな、今日まだ仕事続きがあるんだ。今晩はこのお姉ちゃんがそばにいてくれるからいいだろ。うん、いいよ。今日のメニューは？麻婆豆腐。うん。材料は冷蔵庫の中だ。どういうことですか？今晩だけ陽一の面倒を見てほしいんだ。俺は八ヶ岳に行ってみる。私も行きます。ダメだ。どうしてですか？いいか、あそこに泊まった4人の人間が2週間後に変な死に方してんだぞ。お前をそんな危険な目に遭わせるわけにいかない。そんな。部屋の鍵はポストの下にある。明日の朝までに戻る。部屋を指定したいんですけど。
ええ、いいですよ。今日ほとんど空いてますからね。以前ここに来た知り合いから勧められた部屋があるんですよ。2週間ぐらい前に野々山って名前で泊まってると思うんですけど。野々山さん、2週間前、ああ、ありましたね。B4 号棟に泊まってますね。4名さん、そこお願いします。死の2週間前、4人はこの部屋に泊まった。一体ここで何があったのか。もしかしたらここで俺にも何かが起こるかもしれない。子供っぽいと思われるかもしれないが、万が一の時のために俺は全てを記録しておくつもりだった。ここで4人は何をした。どうだ、お姉ちゃんの作った麻婆豆腐美味しかったか。そうか、お土産か。分かった。あゆいち、ちゃんと留守番してんだぞ。うん。旅の思い出。うちのうさぎちゃん。これはうさぎじゃないな。今のところみんな異常なし。勇気のある人は試してみて。8時55分見るってなんだ。ビデオか。野々山君たちがレンタルしなかったかと思いまして。2週間前ですよね。いや、記録にはないですね。あ、忘れ物ならありましたよ。ビデオテープなんですか。ええ、部屋を掃除した時転がってたんで取っといたんですけど。ああ、確かね。ああ、これだこれだ。それお借りしてよろしいですか。お、いいですよ。念のため私も見てみたんですけどね、大して面白いもの入ってませんでしたよ。お借りします。噂もあって。
聞いて死ぬなんてことはあるもんかって。もしもし。もしもし。すいません、羽田教授のご自宅に来てます。今日が終わるまであと5分を切りました。果たして呪いはこの世に本当に存在するのでしょうか。今晩はその瞬間を全国の皆さんと一緒に見守っていきたいと思います。羽田先生、現在のご気分はいかがでしょうか。実にすごいです。呪いなどあるわけがない。あの、すいません、私はこの通りピンピンしてますよ。お兄さん。それでは管理人さん、管理人さん、管理人さん、念のため私も見てみたんですけど、これ